どうも、中堅戦隊激レンジャーのリーダー、激レッドです。え誰だろうで、そういうイフのやつあるよね。あの、全開レッドとかね。ああ、いたね、全開レッド。今、激タイガーだとまんまだもんな。ロボットの方になっちゃうな。割と面白いけどね、正直今の。どうも、中堅戦隊激レンジャーのリーダーの。激レッドでこういうやつではないもんね、絶対。しかも激レッドリーダーじゃないし、ね、あイエローか、イエローだよ、キャプテンイエローだよ。あのさ、そういうのあるよね。ああトゥインクルウィッシュもさ、ああリーダーひよりちゃんなんだよね。そうだね、ね、ああ、そうそう。メガレンジャーもリーダー黒だったし、そういうのあるよね、やっぱり。うん、待って、思ったわ、キラメジャーもさ、タメ友だよね、実質ね。だよね。一応肩書き上はジュールがリーダーってことになってるけど。なったんだっけか。ああそっか。でも指示とは出したの大体タメ友だって気がする。ああ、だからそのイメージついてるだけか。ガオレンジャーもなんか黄色リーダーだって気がするけど、どうだったの。てかさ、今じゃ喋ってて思ったけどさ、黄色率高くない。結局さ、色パッとしないやつで人だから。ああ。そういうところで個性出していく必要があるんだと思うよ。そういうことか。だってひのりちゃんもなんなら黄色だよ。そうだね。ね。しかもどっちかっていうとリーダーっぽい性格なのはレイちゃんっていう。うん。真ん中にいるのはユウ。ね。うん、いやロボタックの配信が終わりまして。あ、終わったな。燃えろロボコンが始まりましたよ。レイの？そう。我々にとって因縁が深いわけでもないけど。君オンリー。そう。さっき見たけどちょっと。ああまあ普通にさ仲間見た話だから覚えてたけど、ああやっぱそういうもんか。うん、やっぱりあのオープニング微妙だね。どんなんだっけ。みんなおいでよ楽しい街だから。ああちょっと分かんないね、それ多分分かんないでしょ。ああ僕も再放送で見るまで忘れてます。ああやっぱそんなレベルなんだ。はあ、じゃあ歌詞にロボコンとか入ってないの。ああ後半のオープニングはもうおいらロボコンココンコンっていうから。なるほどね。そっちはずっと覚えてたんだけど、あーその前半のみんなおいでよは覚えてなかったね。ねえ、だ知らないもんな。デーモン小暮とかが歌ってる。そうね、全然、うん、あの今みんなおいでよからは思んなかったけど、うん、デーモン小暮だと。いやー燃えろロボコンねえ、エンディングがヘリコプターでロボコン飛んでくるやつなんだけど、ああやっぱり今見てもロボコンの形変だわヘリコプターの中にいるやつ。ああ、なんか規定あったんだろうね。ああ多分着ぐるみそのまま乗せるの無理だったんだ。ああなんか人形っぽいものが置かれてるんだよ、ね、で頭妙に飛び出してるし腕長いし変だなって当時から思ってたけど、やっぱ変だな。あれは人体の形を逸脱してると乗せられないんだろうね。ああ普通のロボコンだと座れないんだよね。ああね、うん、なんで船乗ってないの。ああヘリと、なんでそこ急に金かけたんだろう。あね、絵面のインパクト出したかったからね。そんな感じでね、ブックオフを見てきますということでね、ええ、ブックオフでこれ買いました。まあ配信でも多分言ってると思うんだけど、ついに初買い物が発生ということで、ね、600円定価で 30ms の黄色の紙持ってなかったやつ買いました。ああこれでね、紙まだ増えるから、ね、ああ余ってる顔と合わせて、あと水着胴体とか合わせればキャラ一人増えますよ。ああ、うん、ということでね、ボムの花粉がね、ああ限界マックスを迎えるということでね、薬を飲んできました。ああいいね。いやあのね、ボムの薬なしで生きれるように頑張って1年前ぐらいからしててさ、うん、ただその結果マックスの時になるとやっぱきついっちゃきついね。うん、結局飲んだ方が早いっていうかもね。うん、てかさ、花粉の薬何あれかってさ、うん、大体をちゃんと効くやつって、あの飲んだ後運転しないでくださいってなってて、ね、眠くなったりするから。そう、うん、でもどっちにしろさ、うん、そのきつくなるとさ寝るのとあんま変わんないよね。そうだよね、うん、目上げれないもんね。そう、爆竜戦隊アバレンジャー、微妙な外し方したよね今。は取れてねえわ。ということでね、
あの音声しかなかったパートが今撮れてましたが、うん、あ、そっか、レコーダーの方でってことで、あのさっき 30MS の、 あのこれ買いましたとか撮ったんだけど今撮れてなかったで、なんか1分ぐらい花粉がきついって話してたんだけど、で撮れてなかったね。まあ音声は撮れてるんだけど、音声使うか分かんねえわ、だってどうでもいいからそうだよね、うん、まあ、でもね、正直、うん、あった方が面白いと思う、うん、なんか今この iPhone の画面が、え、あれあれ熱か。あ、音声飲みパート始まりましたね、これ。そうだね、 iPhone でダメということは他のスマホもダメなのだよ。厳しいよね、うん、え、そんな熱い。あ、暑いか。まあまあ、テストなんですけどいやー、外が暑すぎてですね、ね、 iPhone の動画撮影が限界を迎えているようで、多分このパート音のみになるのではないかと。じゃ、音はさ、撮れてるかな。音は撮れてるでしょ。そっちも起動し忘れとかあったら、音ほら撮れてる。ああ、2分30 31秒とかやってる。ああ、 iPhone 限界感がこれ来たか。ありますね。ほら、また落ちたもん。うわ、じゃあこれ本当に音声のみパートか。ああ、まあ映像ないとダメってこともね、ねえ、ないけど、ついに限界来たが。ああ、8月はもう iPhone でもダメなんだね。え、 GoPro もまあ割と怪しかったよ確か。そうね。ああ、なんか GoPro の窓に近いもんね。ああ、これが8月の恐ろしさ。まだ7月ですけどね。青森出たからね。ああ、これじゃあどこの手行ってももうダメだよね、多分。手遅れたね。ああ、一応他にも Android スマートフォンは持ってきておりますが、多分ダメでしょうね。ああ、だって iPhone よりね、ズボスも。ああそこの位置だと冷やしようないもんな。ああ、厳しいね。ああ、まあ、冷却する1時間ぐらいは iPhone 放置というね、音声パートになりますからこれ。困ったね。ああ、音声だけで持たせろっていう。ああ、バッテリーはまだそんなに減ってないのに無理ってことで、もう本当にレズ持ってる。そうだね。ああ、バッテリーのメモリ全然減ってなかったというか、ね、うん、90% ぐらいまで残ってる。ああ、まあ映像が必要なものでもないからまあいいですね。で、目的の物がさ、珍しく今ね、どっちにもなくて、うん、次の店にあるかなっていう感じなんだけど、うん、逆にさ、どうする？今それ見終わったらさ、うん、まあ、まだ12時になったよもんね、うん、ナイスぞ。あ、そっか、それだね、うん、いやー、まあ暑いですね、確かにね。ね、だって冷房割とつけてるけどさ、うん、なお暑いもんね。え、うん、まあ30度ぐらいになってんだろうね。なってそうだね、これ外は。うん、 iPhone もダウンしてしまうと。ああ、うん、確かにね、去年とはもうちょっと7月も早くやってたと思うんで。で、今もう8月の直前の7月30日にやってますから。ああ、それは今までにないことにもなりますよね。まあ、次回の9月はいけんじゃねえの。ああ、だからもっとさ、うん、均一化してくんねえかな。ああ、あの暑い寒いなくしてさ、平均値でバーンと全部揃えてさ、ああ常に22度ぐらい。そう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 。今年6月の方が暑かったけど。ああ、仙台の前6月33度とか普通に言ってたし。仙台6月おかしかったっぽいよね。ああ、青森別にそこまでね、変ではなかったよ多分。ああ、逆に7月エアコンほぼ使ってないからね。ああ、そんな感じか。うん、6月も無理やり6月だから嫌だっつってエアコン使ってなかったけど、7月になってからじゃあエアコン使うかと思ったらなんか寒くなってくるっていう。なるほどね。謎のことになってましたよ今年は今さ、うん、後ろから救急車来るからみんなどけようって頑張ってんだけどさ、うん、どうやってもどけれないんだよね正直今。あ、完全に埋まってるもんね。ね、ここで前出てこう止まることによって通れるでしょ。やり過ごして
多分リズムもいろいろありましたね。本当だよね。我々には特に何もなかったけど、世間がね、世間やばかったね。あのさ、僕さ、おいおいって思ったのがさ、あの会社の近くに、まあ、なんか広場っていうか神社っていうかあってさ、で今こういう時期じゃない、みんな敏感じゃない、で 5時半が定時なんだけど、なんか5時半6時5時くらいか、まあ、それぐらいの頃に、まあ、一通り私帰りますかとか言ってた頃にさ、外からパン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 ってなってさ、えってなって、しかもあのか同時にさ、キャーとかさ聞こえてきたんだよって思うじゃん、もう、あの時期が時期だし、事故かな、事件かなって思ったらさ、祭りのやつよ、ある時鳴らすじゃない、なるほどね、雨天中止じゃなくてやりますよの時はパンパンって、あの運動会方式で、たださ今の時期にバン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 キャーって聞こえてきたらさ、もうえってなるじゃん、やばいよね、で、そんな感じでね、そうあるなみたいな、そういうのをわきまえなきゃやっぱダメだったなっていう、あれから苦情に行ったんじゃない、さすがにかもね、だからキャーって言ったけど多分、ね、実際驚くそいつ悪ふざけだもん、あそっちか、ボムは逆にさ、その今の時期にパンパンとかなったから、ああまた出たみたいな、マジの悲鳴かなと思ってたけど、本当に気づかずに悲鳴上げてた人に言ってた可能性もね、そう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 、要はさ、そのパンパンって鳴らすの今ダメだなってそう思ったんだけど、そしたらキャーも悪ふざけの可能性あるの、可能性あるよ、相棒見ましたよ、相棒、あ見たった、いやてかさ、何がヤバいってさ、青森でやってないじゃん、見ようとすれば、いやさ前回ボブがさビデオ借りれば、あとかそうそう、あれだってそこまでしたいわけじゃないもん、あそうだよ、そう見たいなっつったのに、結局レンジマンが見てる感じになってる、相棒何回か見たもん、相棒面白かったよ、ああ右京さんごっこもうできるよこれ、あそうだった、任せ振るんじゃない、あの変な時のね、急に切れた時の任せ振るんじゃない、警察を舐めるな、マルカツを振っているんですか、マルカツを振るんじゃない急にね、急に話のオチみたいな決着の部分だけぶち切れる業さんのまでね、なんとかなんですか、あなたそれマルカツですよ、マルカツを振るんじゃない、ね、そんな感じだよね、急にぶち切れる、ああ、あのこれ君だったってボブに送ってきたの、あの右京さん走るシーン面白いっつって、あなんかネットにあったみたいなやつ、そう、ウリョウさん、あの、走り方がすごい。あなたがマルカツを振ったから、このような惨劇になってしまったんですよ。もう二度とするんじゃないぞ、もう二度とするんじゃない、なんか、拝みる会は、ビデオ、映像、ドキュメンタリー制作会社で、なんか死んだ人出たっつって、言ったら、まあ最終的には、そのなんか制作者が殺された制作者がちょっとひよって演出したのに切れた同僚だったみたいな、あーなるほどね、犯人が、それが実は20年前の事件と関連していてみたいな、なんかその数十年前の事件と関連しているパターンやたらあった、あーなるほどね、3回ぐらいしか見てないのにそのパターンやたらあって、あー同じ手口だこれはみたいな、なるほどね、もう亀山と及川なんとかのやってるやつと、あと最新の織田裕二がやってるやつが見た、あもう亀山帰ってきたのか、あの亀山が帰ってきたって思える状態にはなってる、なるほどね、あなたが見ていたマラカスは全然だもんな、あなたのそのマラカスはシャカシャカしていたんですか、そうなんですかね右京さん、そんなにマラカスってシャカシャカなるもんなんですかね、亀山君、あなたには聞いていませんよ、黙ってろ、そこにそんなことないでしょ、たぶん決まないと、そうだよね、仲間には切れないと、そうだよね、よほど道外した人に説教するだけだよね、犯人には別にそんな毎回ぶち切れてはない、そう、今のよほど更生してほしい時に言うんだよね、なのに黙ってろって言うよ、単に切れゲーの人になってるね、もう後で相棒の人形劇撮ればいいんじゃないかと思って、あーなるほどね、まあ、相棒風のね、そう電子レンジはほらサングラスつけてるじゃん、あれ右京さんでしょ、あー僕じゃあ電磁ストーマンで亀山やるか、激王さんとか言ってやれる、ああ激王さん鶴山でやるわじゃん
下手すりゃ相棒にいる可能性あるよね、そういうパロディキャラ。ああ左京さんいそうだよね。いるかもね、右京のライバル左京。まあでも確かにそう考えれば下京がいるかも。林神左京さん。ああ林神左京。亀山の下はポール、ポールかな、わかんない。亀山で右京さんの名前なんだ、光弘右京。うん、杉下右京じゃん。杉下右京だ。右京さんの名前だ。そうだよ。そうだ。右京元就とかじゃない。ね。杉下右京なんだよね。でもさ、それあるわ。ハッピーシュガーライフってアニメでさ、主人公の名前佐藤なんだけどさ、佐藤って名前なの。だからシュガーライフ。あ、そう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 。松坂佐藤。キャラの名前異常に覚えやすくて、主人公松、え松坂佐藤か。今ハッピーツリーフレンズと混ざった。あのウサギみたいなやつが今佐藤なのか。違う、あれ、ハッピーシュガーライフはあの人のやつで、ヤンデレ出てくるやつ。皆さん、松坂佐藤、サブヒロインが神戸市を、で、あの主人公の親友があの飛田翔子で、いや全部なんとか牛なんで。なるほど。そうそうそう。あとついでに言うとあの佐藤と塩と翔子で、調味料で。なるほど。そうそうそう。え、殺し屋なんだっけ。あ、全然だよ。なんか爆笑問題のラジオで確かそれ題材に、あの各々が勝手に話考えて送ってきて、どれが正解か田中が当てるってやつだった。ああ、なるほどね。うん、じゃあ殺し屋間違いだね。多分殺し屋じゃないのか。なんかどうでもいいラブコメディみたいなやつ。まあラブ、そうだね。うん、だから間違って人殺しちゃったとこから始まりいいのって、うん、じゃあ半分殺し屋って。あ、まあそうか、殺し起こってるから。ああ、殺しの事件は死後の仕業って。音声のみパートですが、この後続くかもしれませんが、また会いましょう。さて、落ちるんでしょうかね、iPhone。また今映像ついてるかどうか。そうね、ついてなければ落ちてますってことでね。うん、さて、まあもう一回のブックオフまず行くか。うん、その後どうする。なんか昼時にはなるけど、そうだね、ラーメンとか食ってもいいし。ね、弘前などなんかラーメン屋あるんだっけ。ダルバヤみたいなやつはこの前見かけたけど、僕は何も分かんないんだよ。ああ、ダルバヤ。ああ、ダルバヤどうなんだろう。でもうまいと評判らしいんだよね、ラーメン。ダルバヤがね、あるんですよ。ああ、イオンシネマとかの方のちょっと離れた場所。ああ、なるほどね。ダルマヤうまそうではあるけどね。うん、星 4.3 だから、ね、すごいね。うん、味噌ラーメンが相当いいらしい。はあ。うん、味噌ネギラーメンとか。なるほどね。混んでる可能性ある。確かに混んでる。やばそうだったら、あのなんか青森市の巻いたあのエビ入ってるやつ。ああ、いいね。あれでもね、2時半締めか。うん、微妙だね。あ、でもやってっか。ギリギリ間に合うかもしれないね。それだとだってブックオフとナイスの見てここ終わりだもん。そうだよね。で、五所川原別にだよね。ああ、五所川原っていうのもあったもうそのレベルだもんね。ああ、正直なんかある時はあるんだけどさ、基本的にないんだよね、五所川原ね。ああいや、まあ、今回僕が探してるのは女神デバイスの、アスラシリーズの忍者と、あと燃えろロボコンの持ってないやつ、ロボビンとか。なるほどね。その辺探しますよ、ミクロマンとか。あ、ガンプラはあっても高いからもう何も探す気も見ないけど。なるほどね。一応あのザグマリナ欲しいかな。ああ、そのぐらい。そう、昨日ドンキでさ、やたらガンプラ売ってたんですよ。買ってないけど、ユニコーン系いっぱいあったよ。ドンキで？うん、ドンキで。あ、森の。うん、あとビクトリーガンダムの HG もあった。なんで？わかんない、売れてないんだよ多分。その、穴がすぎて。そうか、おかしい。だっていつも見てるけどプラモだってあそこ置いてないよ。ひっそりいっぱいあった。おかしいね。ネモのなんかユニコーンカラーみたいなやつとか、ドライセンのユニコーンバージョンとかあった多分だけど、他店から入ってきてんだよ。ああ、普段はそこプラモ置いてないもん、1個も。そう、うん、
普通の人見かけないレベルの下の方にひっそりとなんかあって。なるほどね。はあ。定価で、かつ僕はユニコーンにそんな興味ないから。ああ。気にはなったけども一応まあ買ってないっていう。なるほどね。うん、ユニコーン見てないな。小難しそうだからいいかなって。ね。ガンダムに小難しさあんま求めてない。あ、ガンダムの漫画始まったじゃん。見た。あ、見てない見てない。見てないけど。見るタイプではなさそうだと思ってるけど、ドンブラザーズでおなじみ井上俊樹がシナリオを手掛けるガンダムの漫画が始まりまして、第一はまずガンダムが陽光炉に沈められるところから始まる。そして今、国王と王妃がなんかやってたら国王襲撃されて死ぬんだよ。で、王妃がよくやってくれたわ、実は王妃めっちゃ国王嫌ってた。ああ、そうなんだ。そう。そしたら王妃も殺されるんだよ。あ、なるほどね。その襲撃してきたやつに。ああ。襲撃してきたやつが火だるまになってんだけど、でも動いてる。なるほどね。うん。で、実は国王に雇われているのにさ、自分を殺すようなことがあったら王妃を殺せと言われてたのさ、先に。ああ、なるほどね。両方からなんか依頼を受けてたみたいな。ああ。なんかになってて、終わり。ガンダムは出ません。今んとこそういう感じだよ。いつか出るんじゃないガンダム。ああ、今んとこ気配すらなっていう、まあ、そういう系ね。ゆっくり行こうってやつ。そう。いやー、これさ、多分ボムのさあれだってね、よくないのがさ、レンジマンが何かの作品話してる時にさ、広げられないって。ああ、なるほどね。まあ、そうそうそう。知らない漫画の話されても分なんだよ。多分さ、もうちょっと会話上手いとさ、え、それは一体それってどういうこと、どういうことどういうことって思わないもんだって今の時期は。そうそうそう。ね、僕もへー、あーなるほどねつって終わるからあれなんだろうよ。めっちゃ会話上手い人ごっこしたら会話長引くな、もしかして。意識してさ、すごいうまく会話しなきゃいけない感じにしたらさ、もしかしたらラジオ的にはいいのかもしれない。なんか見た作品とかもね、あと何があったかな。そう、鋼の錬金術師だ。実写？いや、漫画。ああ。一巻を買いました、ついに。あ、なるほど。そう、ブックオフで10円で。なるほどね。うん。中古だけどね、帯もついて新品同様でしたよ。すごいね。うん。買ってすぐ売ったんじゃない？ああ、そういうこと？でも100円。キャグリさん、なんで剥がれんレベルだと帯付きの新品みたいなやつ高そうじゃん。ね、でも10円で買えてる。ああ、なるほどね。クーポン利用10円、販売価格110円。ああ。読んでません。あ、読んでないんだ。そう。読んだことないから、そろそろ剥がれの錬金術師読むかっつって一回買いましたって。なるほどね。そこで終わりの話です。ああ、ボムね、意外と剥がれアニメでちょくちょく見てて、多分ね、なんだろう、なんかどういう話があってどうなってとかって大体分かってる気するな。ああ、じゃああらすじ想像で言うと、ああ兄弟がいるんだよ。あ、なるほど。エドっていうやつと、ああアルみたいなやつがいるんだよ。ああ、なんかあったんでしょ、お母さんを生き返らせるかなんかしようとして、ああなんか失敗したんでしょ多分。ああ、で片腕メガになってるやつと、ああ全身鎧になってるやつになったんだよね。ああ、で旅してんでしょなんか。なるほどなるほど。ああ、それ以上知らない。あ、でもまあ、大体合ってるじゃん、多分。合ってるね。間違ってないよ。うん。で、まあ、なんか最後、どっちか死ぬんじゃねえの知らねえけど。あ、そう、最後あんま分かんないな。知らないけどね。ああ。多分まあ、なんか、両方生き返るから両親がですね。ああ。うん。で、歌流れるんだよな。君の手で。そこで？でも、あれだね。まあ、あらすじはそんなもんだよね。あの歌さ、なんか運動会でさ、うん、赤組覚えかなんか替え歌に使われてたよ。あ、そうだ、あれをサビ部分だけ覚えて。はぁ、優勝のなんとか。やりづらそうだね。うん、相当歌いづらいと思うんですよね。白組ジャイアンだった気がする。あ、俺はジャイアン。うん、じゃあ温度差すごいもんね。ただやシャレオツメロディジャイアンと鋼の錬金術師。頑張れ頑張れジャイアン田中太郎。全然違う。
じゃないさ、うん、でーでまでの時点だとさ、うん、どっちの歌か分かんないでしょ、うん、では俺はっていくのか、うん、と俺なになるのか、うん、作曲同じな可能性あるよ。ああなるほどね。菊池俊介の可能性ある。ああ頑張れ頑張れドッカーベンダー、まあ、同じだもんね。菊池俊介。ああそうなんだ。多分そういうことだ。ドラマの挿入歌っていうか CD にしか入ってないとドカベンにめっちゃ似てるやつとかある。あ、そうなんだ。宿題あっても気にすんな。あれ知ってるぞそれ多分その曲。てかさ、ボブさんちっちゃい頃さ、うん、アニソン CD ちっちゃい頃って本当にちっちゃい頃、うん、アニソン CD 車で書けるようになんかあの両親が買うかなんかしてくれたのあって、うん、ことごとく入ってた曲がメジャーじゃない方みたいなやつばっかなの、うん、あの怪物くんっていうタイトルで俺は怪物くんだ、白黒のアニメの主題歌だよ。そう、うん、でさ、なんでドカベンあれなんだ、なんかさ、うん、あの頑張れドカベンじゃないやつが、ね、やつ青春フィーバー役でフィーバーそんなんばっか言ってたからさ、ことごとくメジャーじゃないのばっか知ってんね、うん、カッセカッセドカベン、ああ、ドカベンのオープニング確か3曲ぐらいある。あ、そうなんだ、そんなに。あとなんか少年合唱団のやつみたいなのなんかあって。ああ、少年合唱団。もうどれがどんなんだったか忘れちゃったもんな。俺は怪物くんだ。うおーってやつ。ね。あっちの方がでもかっこいいけど。まあね。盛り上がりがあるよね。今だってみんなかー、一回一回じゃ知らないもん。ああ。大体の人。大怪獣もでんぐり返るぞ。泣くなーてかさ、あれだもんね、今多分怪物くんってあれ元々アニメだって知らない人多かったりして、ね、実写しか知らない人。そう、大野くんのドラマでしょっていう。行くぞ3匹ついてこい、あー愉快痛快危機快快の怪物くん。でもうちもなんかそれは CD あったの。ああ、同じのかな。エイトマンとかなんか入ってる。なるほどね。怪物俺はいやでもな、ここにさ、いろいろあってくれないとさ、うん、もういよいよあれだもんね、何も広さにないやつって。アマゾンで映画見てたのが良かったかもね。ワンチャン。そんな感じですわ。今回は映像途切れませんでした。あ、そうね。